打率点291、本塁打44、打点98、盗塁43、出塁率374、長打率ドット617、オックス991の大谷翔平、ロサンゼルス・ドジャース、と、打率点327、本塁打51、打点123、盗塁7、出塁率461、長打率ドット715、 1.176のアーロン・ジャッジ、ニューヨーク・ヤンキース。果たしてどちらが優れた選手なのか、動画、MLB 公式が配信、大谷翔平の40から40、ハイライトをチェック。ドジャース専門メディア、ドジャース・ネーションが現地9月1日、大谷とジャッジ、どちらが最高の選手なのか、という記事を出した。この質問は本質的に意見が分かれるものだ。 ドジャースのファンは大谷を選ぶだろうし、ヤンキースのファンはジャッジを選ぶだろう。ただ、それはどんな状況でも誤った選択だ。両者とも素晴らしい選手であり、おそらく地球上で最高の二人だ。そう記した上で、同メディアは X、旧ツイッターでアンケートを実施。結果は大谷が78.6%、ジャッジが21.4%となった。 両選手とも歴史的な活躍を見せている。選手と所属チームの好みは別として、大谷が選ばれるには理由がある。2025年にドジャースの投手として投げる準備をしながら、過去の DH 選手の誰も成し遂げていない成績を出しているからだ。同メディアは続けて、MLB の統計データを扱う、ファングラフズ社の・シャノー打撃、走塁、守備、 投球など選手の貢献度を測る総合指標2.0でレギュラークラス5.0でオールスター級8.0で MVP 級を持ち出した9月1日時点で大谷ノアは MLB2 位の6.6最終的には1978年にジムライスが記録した7.7を超え DH として史上最も高い数値を記録する見込みだ守備での貢献がないものの 打撃と総類を極めている大谷は44本塁打43盗塁を記録しておりこれは MLB 史上初の数字だあと2盗塁を成功させれば主力 DH としてポール・モリターが持つ1シーズン最多記録1987年に並ぶというさらに大谷は前人未到の50本塁打50盗塁にたどり着く可能性がある もし MLB 史上初の50から50を達成すれば、誰もが大谷を無視できなくなる。現状、大谷は52、51のペースだ。都道メディアも期待を寄せる。一方、専門放送局、MLB ネットワークは、大谷とジャッジについて、後者を野球界最大の顔に選んでいる。ジャッジは、ファングラフズ、社のワーは MLB1 位の9.8を記録。 ドジネー,ーション、モジャッジの成績を踏まえ、疑いの余地のない驚異的な数字だと賛辞を送っている。